まあ、いきなり余談なんですけど、この日、めっちゃ、雪。寒。トッシーの腹ペコ、超新天情報。絶好調、真冬の恋スピードに乗って。どうも、トッシーです。今日は新宿御苑の大人気店、麺塾椎名さん出身店主のお店がオープンしたと聞いて、こちら、藤が丘駅へやってきました。早速ご案内いたします。東急田園都市線藤が丘駅からは徒歩約6分。駅前の通りを萌木の公園方面へまっすぐです。小さな野原の木の下でさんでーす。はい、食券制です。今日は特製鶏塩ラーメンを食べたいと思います。店内は明るくとてもおしゃれ、女性お一人様でも安心な接客です。カウンター席にテーブル席もあります。特製鶏塩ラーメン1000円。いただきます。まずはスープから。鳥取の銘柄鶏大山鶏に豚の旨味を加え、煮干し、昆布、貝柱など7種類の乾物を絶妙なバランスで丁寧に炊き上げた無花鳥スープ。ふくよかな味わいで、奥の奥からじわじわと旨味が溢れてくる、とんでもなく美味しいスープです。続いて麺です。しなやかな中細ストレート麺、長めのレングスでツルツルとした麺肌、もちっとしてスープとの相性も抜群です。具はレンコンにレアローストポーク、炙り鶏チャーシュー、小松菜にトロトロの味玉です。スープの味を引き立てるホクホクのレンコン、歯ごたえがいいですね。サクサクしてます。甘みのあるムチムチのローストポーク、味玉ファンの皆様安心してください。トロトロうまうまです。店主の方と少しお話ししてきたんですけど、新宿御苑の椎名さんとはもともと水道橋にある名店神楽屋さんで一緒に働いた同門の弟らしいんですよね。いや、もうさすが名店の DNA を継承してる味だなって。ほんとね、雑味のない鶏のうまみが突き抜けたスープで、もうほんと美味しかったですね。また行こうと思います。完食完飲大満足でした。ごちそうさまです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。